お願いします。相手は中国のプロの方ですね。中国のプロの方ですね。いや、まさか対局できるとは思ってなかったんで。対局できてびっくりなんですが、2連戦のね、布石で行きたいかなと思いますね。持ち時間5分の30秒3回ですね。まあ、ゆっくり打てればいいかなって感じですね。難しいっすな。どうしますかね。まあ、ちょっとちょっと分かりやすい手打ちますか。先手取りたいので、先手取って下辺のかかりが大きいんですよね。ここもとりあえず分かりやすい手選んで、ここを打てれば布石として全局的に不満ないかなという感じですね。右上も一応ね、黒が悪いわけではなくて定石ですからね。なんかね、地を取られるイメージがあるから悪いように見えるんですけど、一応互角ですからね。これ定石ですから。これ悪いわけではないんで、まあ布石としてはね、分かりやすいし。まあ互角なんじゃないかなと。あ、これは難しい手を打ってきましたね。これなんかつけたりするんですよ、ここに。ここにつけるんですよね。俺あんま知らないんだけど。なんかここにつけるみたいなんですよね。あんま知らない手は打たない方がいいんで。ちょっとあんま知らない手は打たない方がいいんで。詰めたらどうするんだ。とりあえず一回詰めますか。あ、下がるんだ。冷静ですね。これ打てないですよ。これやっぱプロの手ですよね。これちょっとね、アマチュアには打てない。これはなんか良さそうな手ですね。なんか良さそうな手ですよね。まあなんか上から行きますか。こういう下がりとか勉強になりますね。こういうなんか地を得しながらさばいていこうって感じですよね。あ、押さえてきた。出たら緩めるんですかね。どんどん緩めて。出てみたいけどね。ちょっと筋悪いっすか。ん、出て。緩めてきますよね。
ぐらいか。まあ冷静に打ちましょう。この瞬間出てみたいけど、ちょっとやりすぎですか。これあんまり取るのは良くないので、下から当てるぐらいですね。取ると次が効いちゃうので、あくまでこの手は狙いとして残るようにね、打って。これはさすがにね、次は出ますね、これは。一回守ったんで、守ったのは次に出切りますよっていう手なので、出ますね。下がりが効けば渡れるって言ってんのかな。一応これはさすがに切りますが、下がりが効くから飛びで渡れるって言ってんのかな。出を打ってハサミつけ、ちょっと待ってよ。出を打ってちょっと待って出を打ってハサミつける。ちょっと待って、出を打って、ハサミつけて。なさそう。ないな。羽は効いてる。どうやって攻めればいいの、こういう石は。秒読みを始めます。攻め方が分からんよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。まあまあこんな感じか。覗きは効くのかな。あ、ノータイムで打たない方がいい。これ30秒ちゃんと使った方がいい。ギリギリまで。帽子でしたかね、これ。あ、でも効いたからよかったけど。で、桂馬ですかね。1。飛び、下辺飛びが大きいね。もう真ん中の5だから、模様の5なので飛びがめちゃめちゃ大きい。飛びに回れれば、先手が取れて、下辺飛びに張れればって感じですね。
まあこれはぶつかりぐらい。引きの方が冷静かもしれないな。二、三、四、五。引きぐらいかもしれない。まあ、これ以上、これ以上はやりすぎか。飛びが大きいので、飛びを一、打ち二、ますか。ここがでかすぎますんで。ああ、これ、なるほどね。これはここ大きいの。これ先手で打ってたんで、まあしょうがないね、下辺は。やっぱ相手、やっぱプロなんでね、特に地をしっかり取ってきますね。左上のね、33、味悪い。取れないかもしれないね。こうぐらいにはなるかもしれない。覗きを打って、まあ、ここ覗く、さっさと覗いちゃって、左辺を稼ごう。肩つきが大きいですね。ここの秒読みを右始め辺の、ます。この宇宙流がね、完成するんで、肩つきに打てれば。この飛びからの狙いは次の肩つきなんでね。これは、これは隅受けるぐらいっすね。2。とりあえず一回ここ打ちましょう。これまあ相手してもしょうがないんで。まあ、真ん中はね、しょうがない。軽く見るしかない。これは受けぐらいですか。さすがにまあこれは反発してもあんまり、1、2、あんま3、りしょうがないんで、まあ4。受けぐらいですか。まあ、桂馬ぐらいですかね。
跳ねてきたか。まあ、これは切りますね。跳ねてきましたか。ちょっとこれわけわかんないことになりましたね。主張はあんまり関係ないんで、まあ、伸びが効いちゃうのか。まあ、抑えないといけない。しょうがないか、これは。伸びなきゃしゃあない碁形になっちゃったな。こう、これここ伸びないとしゃあないんで。次に当てから出ていく手がありますんで、伸びとけばね。まあ大きいですよね。主張は黒がいいんだけど、主張あたり打たれる可能性があるんですよね。継ぎたいんですよね、継ぐ手が。2、3、4、5、6、7、8、9、うまい手があれば残りね。2回です。1、2、3。まあ、次ますか。まあこれはもうしのぎ勝負に出るしかない。右上はしのぎ勝負。とりあえず真ん中をしっかり打って、しのぎ勝負だな。あ、これは優しい手だな。優しいですね。これは優しいね。これならまあしょうがない。当て一本で。1、2、3、4、5、コスミか。6、7、8、9。ああ。1、2、3。これは跳ね伸びを決めて、まあ真ん中だけで生きれそうっすね。
1、2、3、4、5。こう決めて。これの跡が真ん中しなりましたね。下辺も一応無事確定地になったんで。羽は打っちゃうか。羽も打っちゃって、でまあ、ぶつかりを打っていきますか。なんとか生きれましたねこれは。なんか結構頑張ってきた気がするんですけど。1、2。右辺このコスミとかに回れる、これはなんだ生きてると思ったけど、これはなんか時間つなぎかな。死ぬことはないと思う。1、2。死ぬことはないと思う。なんか頑張る手もあったかもしれないな。まあでも無理しない方が、頑張る手もあったかもしれない。これは一応抜きは効いてないですね。あ、効いてんのか。抜きは効いてんのか。1、2、3、4、5、6。抜きは効いてるか。分けた方がいいか。7、8、9。残り2回です。これ狙ってたんですね。1。まあこれは受け入れるけど、まあそんなに大した手じゃない。一応抜きは先手にはなんないかな。1、2。
これ切れんのか。2、3、4、5、6、7、8。ん？これはなんで切れるのか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。残り1回です。1、2、3、4、5、6、なんだこれ。7、8、9。残り1回です。1、2、3、4、5、6、7、8。ああ、ちょっと、わからん。わからんぞ、これ。1、2、3、これ生きちゃったらやばいな。生きたらやばい。これ一応ね、受けるとかけ継ぎで生きちゃうんですよね。だ、切り取れないとやばいんですが。1、2、3、4、5、6、7。しゃあない。ちょっとやりすぎたな、俺。ちょっとやりすぎましたね、これは。1、2、3、4、5、6、7。ちょっと、なんだこれ。なんすかこれ。これは下がる手がありそうだが、なんだこれ。1、2、3、4、5、6。下がる手があるんじゃないかこれ。なんやこれ。で、一応ここ当てで先手取れそうなんですよね。あ、これ一応読み筋で、
ここで一応先手取れるんですよ。だ下辺の3子が切りに取りになるから、3子が取られなければ、一応隅は耐えてんだけど、結構危なそうですね。それが読めてないから。1。これは一応ここに打てば、切りが先手にならないように。何もないですね。一応部分的には死んでる。ただ攻め合いがわからないね。2、3。部分的にはここは死んでます。一応ここ耐え切ったらワンチャンあるかも。ここ全部確定地にできればワンチャンあるかもって感じで、まず全然難しいですね。で、ここ切ってきます。切りに取らないといけない。で、この3子が捕まらないかどうかがもう非常に勝負。捕まらない、攻め合い勝てるかどうかの勝負。1、2、3、4、5。で、二間にかけてくるのかな。それとも一間詰めてくるかもしれない。1、2、3、4、5、6。コウになりそうっすね。一間詰めてきたか。そっちできましたね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、まあ、いや、これしょうがない。時間なんでしょうがない、これは。取られた可能性が高い。取られた可能性が高い。これは取られた可能性が高いですね。やっちゃったな。やっちゃいましたね、これ。やっちゃったか。1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあここ取れないか。ここがワンチャンないか、この形は。ここがちょっと新たな問題が出てきた。ちょっといろんな可能性が。ここのいろんな可能性が出てきました。ょっとまだ諦めないですね。なんかいろんな石が弱い。ここ跳ね出しとか残ってますね。2、3、4、5。2、
3、4、5。なんやこれ。1、2、3、4、5。いや、ワンチャンあります。これ真ん中取れる可能性が今出てきたから、ワンチャンあります。1、2、3、4、5。2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6、7。切りますか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ああ、わかんない。わかんないからここにしよう。1、2、3。わけわからんわ、これなんやこれ。どこを打てば逆転の可能性あるのこれ。ああ、ちょっと時間ないのがな、辛すぎる。2、3、4、5。まあ、どこ打ってもこれ解消だよな、さすがにな。どこ打ってきても。
1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、勝ちました。ありがとうございました。あ、1点時間切れて、いや、めちゃめちゃ難しかったんですけど、なんとか、わけわかんなかったんですけど、なんとか勝つことができました。ありがとうございました。いや、もう終始わけわかんない対局でしたね。はい、というわけで最後に評価値の方を見ていきたいと思います。まあ、形勢は終始難しかったんですけど、黒がはっきり形勢いいっていう局面はなかったようですね。やはり相手の方がね、プロの方でめちゃめちゃ強い方なので、相当相手の方が強かったですね。まあ、ここまでね、まあ、なんとかね、あの中盤まで本当に形勢悪いながらもなんとか頑張って食らいついてはいたんですよね。ただね、この相手のね、左辺のこの角の打ち込み、これがやっぱりすごいいい手でしたね。これで跳ねて、なかなかここがね、何かしらの手になるようですね。ちょっとここで黒が難しいと。で、ここで黒が、まあ、はっきり形勢苦しくなったわけですが、これね、やっぱ絶下示してますけど、ここにね、黒もね、実はチャンスが残されてまして、ここにグズむ手があるんですよね。グズんで切った時に引いて、まあ、左辺は結構荒らされてしまったんですが、この真ん中の白が相当危ないんですね。だからこの手が残ってるので、あの形勢的にはもうほぼ難しい、形勢不明に近い、相当難しい形勢だったようですね。で、実戦は左辺をやはりさすがに相手の方強いので手にされてしまいました。で、最後もこれどうなってるかというと、まあ、ここの攻め合いになる可能性とかありそう、まあ、結構難しいところで、で、最後は、まあ、この手はうまい手でした。まあ、絶芸示してたんですけど、こういうね、攻め合い、まあ、単純に攻め合ったらどうなるか、とか、まあ、これもね、やっぱ右上の黒と、ここの白の攻め合いで相当難しい攻め合いなんですが、これもちょっと難しくて、すぐには結論出せないんですが、まあ、これも絶芸示してたんですが、実戦のつけるという進行も、難しいかなと思いました。つけて切るっていう進行。で、実戦こちらに当てまして、まあ、切ったんですが、これ、継ぐ手もあったんですよね。継ぐ手ももちろん考えました。継げば、これ取れるんですよね。まあ、白、こちらに当てるぐらいですから、こうやって、これで、まあ、全体の黒石つながるので、これで自然とこの白石全部取れるんですね。取れるんですが、まあ、取れるんですが、ここで形勢判断してみると、まあ、白がはっきり残って、てるんですよね。これ取れたんですが、やっぱ白地が多いんですね。まあ、実戦は形勢判断とかする余裕なくて、ここまで考えてはなかったんですが、うん、ちょっと継ぐ手と迷ったんですが、実戦、まあ、一番こっちの方が難しいのかなと思って切りました。まあ、これは最善手ではないと思うんですが、一番難しいかなと思いました。で、ここで終わっ、まあ、時間切れて終わったわけですが、まあ、この後ね、続けて打ってれば、さすがに黒厳しい形勢ではあったのかなと思いますね。まあ、白、そば粉がありますから、こういうそば粉があって、コウ材は一応そばに、そば粉があるので、まあ、この、コウはですね、やっぱ黒が苦しいコウだったのかなと思います。まあ、やっぱりね、相手の方が相当強かったという、そういう一局だったかなと思います。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。はい、というわけでね、先ほど対局したプロ棋士の方がですね、どのぐらい強いのかなんですけど、この方ですね、ちょっと名前難しすぎて読み方わからないんですが、非公式のレーティングサイトなんですが、レーティングが3107ぐらいですね。まあ、戦績はこんな感じとなってますね。まあ、生年月日ね、調べた限りは14歳の方みたいですね。あの初段の方だったので、だからプロになったばっかりの、多分中国の
若手の方なのかなと思いますね。で、3107って言われてもね、ちょっとどのくらいなのかピンとこないんですが、ちょっとランキングとか見ていきたいと思うんですが、ここら辺ですね。世界ランキングがね、360位ですね。めちゃめちゃ高いですね。で、近くにね、どんな方がいるかというと、ちょっと栗田さんいますね。日本のアマチュア最強の栗田さんが3105なので、まあ、栗田さんよりもレーティングは少し上という感じですね。こう見るとね、栗田さんもめちゃめちゃ強いですね。まあ、栗田さん、棋聖戦の C リーグ入りしてますからね。まあ、トッププロレベルですからね。で、日本のね、プロの方はですね、まあ、片岡九段とか、本当に並み居るトッププロの強豪の方がいますね。だから彦坂九段とかもいますから。だから、まあ、相手の方、初段なんですけど、本当にめちゃめちゃ強いプロの方だったのかなと思います。